フェー,エーノールト、フェーノールトロッテルダムは1908年創設のオランダ、南ホラント州ロッテルダムに本拠地を置くサッカークラブエールリビジに所属。ホームスタジアムのスタディオンフェーノールトはデカイプと呼ばれスタディオンクラブとして全国的人気を集めている2016年にオランダのヘンドリック・ビアがブランドキンサルティーシーの2年間の市場調査で アヤックスやオランダ代表以上に、オランダで最も人気あるスポーツチームとランク付けされるなど、サポーター以外からも多くのファンを持つ。伝統的に赤と白のユニフォームを着用し、オランダの伝統的トップ3の一つ。アヤックスとの対戦は、デクラシュケルと呼ばれる。以前はフェイジノードだったが、1973年にフェイノールトに変更された。日本では、小野真治と、 宮志助が、かつて所属していたことでも知られている。これまでのタイトルは、ランズカンピューン、国内トップリーグ、現、エールディビジでの優勝15回、KNVB ベーカー12回、チャンピオンズカップ、現、チャンピオンズリーグ1回、UEFA ヨーロッパリーグ2回、クラブワールドカップ1回。オランダでは、国際舞台で大きなタイトルを獲得した初めてのクラブであり、 オランダのクラブとしての初のヨーロッパカップアイ、初の UEFA カップを勝ち取ったソト、国内でも初のダブル達成、1964、65など、オランダフットボールの聖地と言われるデカイップと共に、オランダのフットボール史において、重要な役割を果たしてた。フェーノールトの歴史は1908年7月19日、カフェ・ザ・アソシエーションで、チャック・カイザーによって、 ウィラミーナとして創設されたことに遡る。1909年に名前を HFC、ヒルズルースフットブルクラブに改名、ロッテルダムのフットボール連盟に加わったが、ハールレムにすでに同盟クラブである HFC、現、公認クレッカ HFC が存在していたため、RVV セレラタスと改名。1912年に、現在の KNVB の前身であるオランダフットボール連盟。 NVB に加盟したが、やはり同盟のクラブ、HSV セレラタスが存在していたため、フェイエーノールとフェイジノードを名乗ることになり、同時に赤白のシャツと黒パンツ、黒ソックスのスタイルに変更された、フェイジノードはもともと、ロッテルダムシニュエ、マース川南岸の行政区の名称で、この河川とザワネガートとの間の小島がフィジェノードと呼ばれていたのが由来。 創設から16年、トップリーグに昇格して3年後の1924年に、フェイエノールトは初めてオランダリーグを制した。後に数多くリーグ戦を制するフェイエノールトだが、この最初の優勝は、労働者たちが紳士たちを打ちまかしたというオランダフットボールの歴史の転換点となったため、今もなお多くのフェイエノールトサポーターにとって最も美しい優勝とみなされている。 1930年には初めて KNVB ベーカーで優勝。30年代と40年代にランズカンピューン、オランダのトップリーグ優勝7回、KNVB ベーカー、オランダのカップ戦、獲得5回とクラブの成功の歴史の土台を築いた。1965年にはクラブ史上初めてのダブル、リーグ戦とカップ戦の同時優勝も果たしている。 1954年にプロクラブとなったフェーノールトは60年代に4回カンピューンスハップを制して名実ともにオランダのトップクラブとなると1970年代にその黄金期を迎えた1969年に監督に就任したエルンスト・ハッペルによって伝統的なハードに戦うスタイルに先進的なプレッシングと攻撃的な戦術が付け加えられると ハードワークと良いフットボールが両立され、チームは、クーン・ムーライン、オフェ・キントファル、ビレム・ファン・ハネ・ヘムなどの活躍で1970年に、オランダのクラブとして、初めて UEFA チャンピオンズカップを制し、数ヶ月後には、エストゥディアンテスデー・ラ・プラタを破って、クラブワールドカップ、インターコンチネンタルカップまでも獲得した。1974年にも、オランダのクラブとして、初めて、 UEFA カップも制している。ビレム・ファン・ハネヘムは、良いフットボールは、アムステルダムから生まれたと強調されるたびに私は、腹が立つ。1970年のヨーロッパカップ決勝は、事実がそうではなかったという最良の証拠だったと後に、語っている。1984年もフェーノールトにとって、最高の一年であり、ペーター・ハウトマン、ヨハン・クライフ、 ルートフリットラを擁したチームはリーグ戦とベーカー戦のダブルを達成。クラブは1978年にアマチュア部門の SC フェイエノールトとプロ部門のフェイエノールトロッテルダムに分断。2010年にアマチュア部門とプロ部門が再び統合されるまでこの状態が続いていた。1992、1993シーズンに GK ドデフイ、CBE ョンデボルフ。 ヘンク・フレイザーと強力な守備陣を要してエール・ディビジオ制すると、1998、1999シーズンにも監督、レオ・ベーン・ハッカーの下にパウル・ボス・フェルと、パトリック・パーウェ、ジャン・パウル・ファン・ハステルという経験豊富な中盤に、ジュリオ・リカルド・クルスという超人的なストライが揃い、カンピューンに、90年代には、KNVB ・ベーカーも4度獲得している。 2002年5月8日、監督ベルトファンマルワイクに率いられたフェイ・エノールトは、ピエールファン・ホイドンクラの活躍によって、ドイツ王者ボルシアドルトムントを自身のホームであるタディオン・フェイ・ノールトにおいて破り、28年ぶりに、クラブ史上2回目の UEFA カップを獲得した。ロッテルダムの名手であるピム・ホルタイン、ピム・フォートインが亡くなって、わずか2日後だったことで、 自分たちのホームでの欧州制覇は、ロッテルダムの人々にとって大きな意味のあることだった。フェーノールトは2008年にも同監督のもとで、KNVB ベーカーを制している。2006年11月30日の UEFA カップのグループステージエース、南ンシ戦の前後において、約3000名のフェーノールトサポーターが、現地警察と衝突。 警察が、ナンシー市内のオランダ人に対して、何の区別もせずに対応したために状況をコントロール、できず、無関係のフェーノールトサポーターも多く拘束される、事態となった。フェーノールトのフロントから、フリーチケットを販売することへの警告があったにも、かかわらず、エースナンシー側が叱るべき対象を取らなかったことで、チケットを持たない多くのサポーターも遠征。 排除すべき一部のサポーターもその中に含まれていた。スタジアムのアウェーボックスにいる全フェイエノウルトサポーターも警察によって追い出され、その際催涙イイガスが使用されたことで試合は一時中断。最終的に試合はナンシーの3から0勝利で終わった。他の試合の結果によってグループステージを突破したフェイエノウルトだったが、1月19日に UEFA は 警察の多いに疑問の残る対応があったにも、かかわらず、フェーノールとの同シーズンの UEFA カップからの追放を通達、同時に100スイスフラン、61.81ユーロの罰金を課した。2006から07シーズンのリーグ戦を7位で終えて、欧州戦プレイオフも敗退したフェーノールとは、2007年夏にテクニカルディレクターペーターボスの元大補強を観光。ロイ・マカイ。 ジョバンニ・ファンブロンクホルスト、ケビン・ホフランと、ティム・デクレル、マイケル・モルス、デニー・ランツァートといった実力者と契約を結び、新監督に2002年に UEFA 杯を制したベルトファンマルワイクを迎えた。しかし、シーズン前半こそリーグ優勝を狙える位置につけていたが、後半戦は下降戦をたどり、KNVB カップで久々のタイトルを獲得したもののリーグ戦6位。 またしても CL 出場権を逃したことで、高額なベテランの大量補強は、大きな負債となって、クラブにのしかかった。ファンマルワイクのオランダ代表監督就任によって2008から09シーズンは、ヘルト・ヤン・フェルベイクを監督に迎えるも、前半戦を終えて12位と大きく低迷。年明け初戦を待たずに、ベテラン選手との対立から、フェルベイクがクラブを去ることになり、 このシーズンもリーグ戦7位で欧州戦プレーオフで敗退。大きな危機を迎えた中、2009から10シーズンに、クラブは再建の最後の希望として、新テクニカルディレクターにレオ・ベーンハッカー、新監督にマリオ・ベーンというクラブ生え抜きの OB を起用。財政難でほとんど補強を行えない中、ベーンはコンディションの整わないベテラン陣を迷うことなく、ベンチに置き、 積極的な若手東洋で4位と久々の好成績を残す。しかし、翌2010から11シーズンを前に、KNVB からカテゴリー1転落が伝えられ、財政運営で協会の監視下に置かれ、補強非念室はほぼ不可能に。3年以内にカテゴリー1を脱出できなければ、ライセンスを失う危機を迎えた。ピッチ上でもファンブロンクホルトが引退し、ルトマソンが、 フィファワールドカップでの負傷で全くプレイできなかったことで、リーダーを失ったチームは大きく迷走。10月24日に PSV とのアウェーゲームで10から0という歴史的惨敗を喫した4日後の10月28日、ピム・ブロクラントに引きられた投資グループフリーインデンファン、フェイエノールトが、フェーノールトの株式49%を1.700万ユーロで買い取り、その後合計3。 レレレレレレレユーロをクラブに補填した。このやりとりによって投資グループは2011年2月にフェーノールとの取締役会に2つの席を取得。フェーノールとの負債は1.600万ユーロまで減った。ピッチ上では結局15試合を終えて1時16分位に落ちるなど、クラブ市長に残る最悪のシーズンを経験。12月と1月にはクラブの顔である。 フレッド・ブランクマイヤー、クーン・ムーラインが立て続けに亡くなるなど、クラブに関わる全ての人々にとって悲しい一年だった。補強費のない中で、ベーンハッカーが、レンタルで連れてきた選手たちはほとんど役に立たず、ベーンハッカーは、一方的な契約打ち切り通告を受けたことで、シーズン途中でクラブを去り、ベーンも、また新シーズンのスタートを直前にして、選手たちの不信任投票の結果を受け、 クラブ再建の志半ばで同じくクラブを去った。2011から12シーズン直前、新テクニカルディレクターに就任していたマルティン・ハン・ヘールは、米円の辞任、形式的には、解任を受けて、新監督にロナルド・クーマンを招聘。夏の遺跡市場では、ジョルジニオ・アイナルトムとリロイフェルを失ったが、遺跡金の出せない状況で、ジョン・グイレッキとオトマン・バッカルを、 レンタルで獲得し、失敗続きだった補強策が久々に成功。さらにフェイエーノールと加入後結果が残せていなかったカリムエル・アマーディとルーベンス・ハーケンもクーマンの下で信頼を得てリーグトップクスのパフォーマンスを発揮し、ヨルディクラ・アシア・ブルーのマルティン・スインディラユース出身のタレントがブレイク。そして最も大きかったのがディルク・カイトが去って以来不在だった。 トライカーのポジションでグイデッティがデカイプでの3試合連続ハットトリックなど23試合で20ゴールを記録。クラブ復活の象徴としてメンタル面でもチームを引っ張る存在感を見せたことある。特に1月29日のデカイプでのデクラシケルはこの AS のハットトリックなどで4から2と2006年以来の勝利。すべてが噛み合って勢いに乗ったチームは2002年以来の2位でシーズンを終えた。 財政面でも、投資家、ピム・ブロックランと率いる支援グループフリー・インデンファン、フェーノールトの資金補填と、各企業と、サポーターも巻き込んだ寄付活動、そして遺跡市場での大きな遺跡金獲得もあり、負債を大幅に縮小することに成功。オランダサッカー協会、KNVB の定める、カテゴリー1を脱出した。グイデッティを失ったフェーノールトはイタリアで、 出番のなかったグラツアーのペッレを幸運な形で代役としていたことで2012から13シーズンも3位と上位を争い、クーマンの元での最後のシーズンとなった2013から14シーズンはタイトル獲得のチャンスこそつかめなかったが、それでも依然他のトップクラブに財政面で劣る状況で再び2位と失われた誇りを取り戻し、スポーツ面での復権を果たした。 2014年4月には KNVB の定めるカテゴリー3へ昇格。2014から15シーズンからはサイクルを終えたロナルド・クーマンに代わりフレッド・ル・テンが監督に就任。7年ぶりに UEFA ヨーロッパリーグの予選を突破してグループステージに進出し11月27日に セビージャ FC 鬼のゼロで破るなどホームで3勝を上げて10年ぶりの冬声も達成した。グラツェーノペッテの遺跡でチャンスを決めることに苦労するも、11月には公式戦後試合で無失点など、守備面の改善が顕著で、スフェン・ファンベーク、テレンス・コンボロの若い CB デュオに進化入 GK ーー、ケネとフェルメールの守備ブロックは、ロッテルダム糸の壁と名付けられた。しかし、 シーズン後半戦は大きく失速し、PSV とのホームゲーム、2から1、AZ とのアウェーゲーム、1から4に、アナスア・アチャバールらの活躍で連勝した後の残り5試合で、2は気配と、目前だった3位を逃して、ルテンを解任。来シーズンから、監督就任が決まっていた、序盤にハンブロンカ・ホルストが前倒しで監督に、就任して、欧州戦をかけたポへ進んだが、 1> 第1ラウンドで SC ヘイレンフェーンの前に敗退と失望のシーズンに。しかし財政面では売上高、6100万ユーロ超、と終始、プラス1360万ユーロで共にクラブ史上最高額を記録。遺跡市場での大きな収入と欧州戦での成功、アディダスとの衣類スポンサー契約で大きく成功した。2015から16シーズンは夏の市場で、 久しぶりに積極的な補強を行った者の,の目に見える大きな成果は得られず、ウィンターストップ明けのリーグ戦7連敗などでまたしても、リーグ優勝を終盤まで、総目標は果たせずに終わった。しかし、ベーカー戦では、第3ラウンドにアヤックスをデカイプで延長の末に破るなど、全6ラウンドでエールディビジのクラブに勝利する大会初記録を樹立。 2016年4月24日にデカイプにおいて FC、ユトレヒト鬼の位置で下してクラブ史上12回目の KNVB ベイカーを獲得8年ぶりのタイトルとなった2016から2017シーズンはブラッド・ジョーンズ、ニコライ・ヨルゲンセンスティーブン・ベルフ・ハイスと強力な補強を行い、とうとうリーグ優勝、カンピューンス・ハップを争うことをクラブとて、 目標に立てたフェーエノールとは、シーズン第一節で、FC フロー人間とのアウェアゲームにゼロの後で、勝利して首位に立つと、堅固な守備組織と、夜厳選のポストプレイを中心とした多彩な、攻撃安定した成績を残し、シーズンを通して一度も、首位から落ちることなく、最終節、ヘラクレス・アルメロとのホームゲームで、キャプテン・ディルク・カイトのハットトリックによる、勝利3、3から1で、 ついに1年ぶり15回目のランズピートルを獲得、エールディビジ60周年の記念に制作されたハウデン、スハールを獲得した初めてのクラブとなった、インゴ・ハウデン・スハールは10年ごとの記念のシーズンの優勝チームに贈られる。ベーカーウィナーのフィテッセを PK 戦で下して新たな衣装となったヨハン・クライフ・スハールを獲得して始まった2017から2018シーズンは、 連覇を狙うも怪我人が続出しことで不安定なシーズンとなりリーグ戦は4位という失望の結果に終わったが100周年大会の KNVB ベイカーでは決勝で AZ を破り記念に制作されたハウデンベイカーを獲得した。カッコ内の国旗はその他の取得できる可能性のあるものを含む保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。 背番号12はヘッドレヒューンの番号として固定。ユース育成組織であるフェーノールトアカデミーはデカイプに隣接するファルケノールトのスポーツ施設に約20面のフットボールピッチを備えており、ファルケノールトの名前でも呼ばれる。フェーノールトアカデミーは元トップ選手を積極的にユースコーチに迎え、ライモント・フェルハイエンのピリオダイゼンション理論を導入するなど、 元育成責任者、ステンリー・ブラルト、2005から2013と、ユースコーチの指導役、ビム・ヤンセンのもとで、オランダ国内では、先進的な改革を果たし、2010から11、シーズンから5年連続で、オランダ最高の巣に送られるリヌスミヘルスアワードを、獲得、フェーエノー・オルト1だけでなく、オランダ代表にも多くの、ファルケノー・オルト出身者を送り込み、名実ともに、 オランダ最高のユースとして国内外に広知られている。特にユースコーチに積極的に元トップ選手を迎えて将来のトップチームの監督の修行の場としてではなくユース育成のスペシャリストとして指導者を重視する手法は近年に育成面で大きく遅れをとっているアヤックスにもヨハン・クライフによってコピーされているが幼少期からの一貫した育成を重視するフェーノールとの育成は 国内外の15から17歳の選手をテク、買い集めるアヤックスの手法とは一線を画している。2019年1月からステンリー・ブラルトが育成責任者に復帰している。2000年代に入り、オランダでは女子チームを創設するプロクラブが増えていったが、フェイエノーエーのオルトは財政状況から女子フットボールへの参入を先送り、しかし女性たちの要望の高まりを受け、 2017年夏に、スポルトクラブフェイエノールと、フェイエノールト財団と共に13歳以下と15歳以下の2チームを設立。オランダ代表歴代最多得点記録を持つマノン・メイリスが組織の責任者となり、将来的なエールディ・ビジ・フラウエン参入を目指すことになった。クラブリートの一節である、普遍実行、ゲーン・ボーデン・マー・ダデンがそのまま、クラブカルチャーとなっており、 袖をまくってお金のために働こうというロッテルダムの労働者精神がクブのベースにある。ハント・イン・ハント、ハンド・イン・ハンドが1961年からフェーノールとのクラブリートである。ハント・イン・ハントのメロディは19世紀にドイツ人のビルヘルム失敗デル、ビルヘルム・スプイドルによって作曲され、過去 SVV や DHC などオランダの複数クラブによって使用されていた。 1960年代には後にザ・スリー・ジャクソンズのメンバーとして知られるヤープ・ファルクホフがフェーノールトバージョンとアヤックスバージョンを録音し、これもフェーノールトサポーターの間で非公式クラブリートになった。オランダ南部では MVV も自分たちのバージョンのハント・イン・ハントを使用している。ベルギーでもこの曲のメロディはクラブ・ブルーがロイヤル・アントワープ FC ・ RC ヘンクなど多くのクラブの試合中に、スタンドから聴くことができる。フェイエノールとは、その他にも、数多くの美しい歌を持つクラブとして知られており、ロッテルダム出身の名歌手、リー・タワースの、マイン・フェイエノールと、メイン・フェイエノールと、同じく、リー・タワースのカバーによる、ユール・ネバー・ウォーク・アローン、ULL ・ネバー・ウォーク・アローン。やはり、ロッテルダム出身の音楽グループヘルメス・ハウス・バンドの、カバーにいる。 アイウェルサバイブアイウェルサバイブなどが有名である。フェーノールとの公式マスコットはクーンチェであり、この名称はクラブイコンであるクーンムーラインから取られている。ロッテルダムのブライドルプ動物園の動物たちがサポーターの中で爆発的人気を得て非公式にマスコットとして扱われることがあり、2007年5月に動物園から逃げ出したゴリラのボキボキ 2013年に動物園の資金難から、序盤にファンブロンクホルストと共に、ASR の CM に登場したゾウのオリー、リーが挙げられる。シーズンスタートを告げるのでカイプでの伝統的なには、毎年数万人のファンが集まり、そのハイライトは、新加入選手がヘリコプターに乗って、デカイプとヘッドレヒューンに迎えられるマドカである。フェーノールトがタイトルを獲得した際には、 ロッテルダム市中心部のコールシンゲル通りでセレモニーを行うのが伝統であり、このセレモニー自体がコールシンゲルの名前で呼ばれる。選手、チームスタッフが視聴者のバルコニーに登場し、数万人から数十万人のファンが通りを埋め尽くす、街を挙げての一大イベントである。フェーノールとの最大のライバルはアヤックスである。特に両クラブの歴史的な立場と支持層の違い。 傲慢な都会人、勤勉な労働者から、この二つのクラブの試合は、異根試合として知れている。この二クラブの試合は、オランダ最大のクラブ同士の対戦でもあり、デクラシケルとして名高い。このライバル関係は時に、サポーター間の乱闘事件も引き起こしている。フェーノールとのもう一つの重要なライバルは同じ街の、スパルタである。この西ロッテルダムのフットボールチームこそ、 フェーノールトにとって、クラブ史上最初のライバルであり、長年にわたって、両クラブのダービーは、文字通りロッテルダムのクラブを決める対戦だった。近年は、スパルタがエールディビジに常時いるわけではなく、このロッテルダムスダービーが毎年行われているわけでは、ない。フェーノールトのサポーターは、ヘッドレヒューン、ヘッドリージェンと呼ばれ、熱狂的な応援とクラブへの高い忠誠心で、知られている。 アウェーゲームの応援にも積極的で、1963年の SL、ベンフィカとの UEFA チャンピオンズカップ、準決勝では2層の船、数千の自動車と電車で、約3000人のサポーターが大規模な遠征を行い、ヘッドレヒューンの誕生エピソードとなったこの時の様子は2016年に、デケボルテファンヘッドリージェンのタイトルで、ドキュメント映画化されている。 過去の欧州でのアウェーゲームでは一試合平均1000から2000人のファンが遠征しており、1996年に行われたドイツのボルシア・メンヒエングラーとバッハとの試合では約1万5000人のサポーターが出向いた。ホームゲームのスタディオン・フェイエノールとデカイプは常時4万人以上のサポーターが集まり、応援に太鼓、ハリセン、拡声器を用いず、スタンドで踊りを踊ることもなく、 昔ながらの歌と拍手による応援を続けていて、その独特な雰囲気は、アウェイサポーターからも人気が高い。2015から16シーズンには、プレシーズンの練習試合を含めて、ホームゲーム全23試合中21試合で、チケット完売を記録した。フェーノールトでは、背番号12は、選手が背負うことはなく、12番目の選手としてヘッド、デヒューンの背番号と決められている。 2003年から、フェーノールとはアンバサダーを置いており、常に著名なロッテルダマーが選ばれている。毎年オープンダフハにおいて、新シーズンのアンバサダーが発表されていたが、2008年にクラブ金属50年を迎えたヘラルトマイヤーが、終身アンバサダーに就任した。ベロ、ベリ、RCL、RBC、ローゼンドル、アルプヘンスボーイズ、アレクサンドリア66、 VV スプーカニッサ、BVV ベアアンドレクト、FCS グレイブンサンド、VO、C、シーベルトアラニアウイット。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。